こんにちはーデミア堀秀夫です、えー、今ね、えー、フランスはリヨンにいます、えー。タイ、それからロンドン、パリ、リヨンと回ってね、えー、ヨーロッパの、まあ、仕入れ状態、ね、仕入れて、まあ、何かアマゾンで売って儲かるものもないか、まあ、その辺のことを開拓してるんですけど、まあ、現段階ではね、やはり普段から言ってるように、日本に住んでると仕入れがしやすいというのをね、えー、再確認するような え状態になっっていいままますす、まあ、その辺の辺こととととを、ねえー、ちょっとまとめたたで、えー、シェアしたいと思いますやっぱりね仕入れの国としては、まあ、仕入れする国としてはですね、まあ、日本はもう断トツでおすすめと、ね、で日本に住んでるならわざわざ海外で仕入れる必要はないというくらいですで、まあ、海外でまず高く売れる商品があります、ね、日本のアニメは世界最高水準の人気があります それからね、えー、アニメとかじゃなくて普通の商品でも、まあ、質が良く値段の安いメイドインジャパンと、あるいはね、職人技のすごい高級品もありますね。で、それから、まあ、商品、種類が豊富と、ねえー、勤勉な国民性ゆえ、まあ、多種多様な商品があると。もう本当ね、いろんな商品をね、いろんな人が仕入れて、おろしたり、販売したりしてるんで、まあ、ほぼ日本にない商品を探すのが困難なぐらいね、 えー、法律の関係とかで入ってないものはありますけどそういうも除けばね日本にない商品って果たしてあるのかなというぐらいいろんな商品がありますそして値段が安いと、まあ、当然販売するのはね人なんでねその人件費というのがこの仕入れ価格に大きく影響するんですけど、まあ、日本の人件費は本当に安いです、えー、単純にね時給換算で考えると 日本の人件費ってそれほど、ね、安いかどうかという疑問はあるんですけど、ただね、えー、同じ1時間の間でね、どれだけ、えー、働かせられるか、ね、あるいはね、仕事側の呪いやつは、ね、自主的にタダで残業させるとか、まあ、そういうね、えー国、国民性というんですかね、何んとうんですか、まあ、もといい、えー、作業あたりの人件費というのは多分世界一安いと思います、ね。だから仕入れ価格が安いと。で それに伴って付属サービスも安い。人件費が安いので納品準備とかね、検品などを付属するサービスも安いです。でデメリットなんですけど、まあ、日本国内で販売するにはね、日本で買って日本で売るっていうのは、それはまあもう飽和状態なんですけど、まあ、こと、海外に輸出するという前提で考えると、まあ、デメリットが特に見当たらないと。まあ、こういう国も珍しいんですけど、まあ、仕入れ場所としてはもうまさに天国と。 いいいうのに近いと思います海外の人から見るとね、えー、日本でその卸とかね、えー、やってる人は英語が通じないから仕入れにくいと日本語じゃなきゃいけない日本の、ね、基準が分かんないとそういうのがあるんですけど日本に住んでて日本語ができるんだったらもうやっぱ仕入れではね、えー、日本を最高ということが現段階で言えてなかなかこれを覆すような、ね、仕入れ先が見つけられる自信があるかって言ったらねちょっとあんまないですね。 まあ、じゃあね、えー、なんで、えー、わざわざ旅行して仕入れ先とか探してんのというところもあるんですけどね。まあ、これ半分以上趣味の部分がありますんでね。えー、まあ、探し回ってます。で続いて中国、ねえー。これ仕入れ代行可能です、あのー。通常の中国仕入れっていうのはね、えー、品質が何が来るかわかんないとか、検品が遅まつすぎるとかいう問題があるんですけど、そこをクリアした、ねえー、仕入れの代行は可能です。 まあただ、そうは言っても、やっぱり安かろう悪かろうでね、品質が悪くても問題のない商品を扱わないといけないと。ただ、品質に問題がなくても、何の影響もない商品を大量に販売すれば利益率は高いです。例えば、日本の仕入れでね、これを3000個仕入れますとか、 という仕入れっていうのはなかなか難しいんですけど、難しいというか結,結局その数になってくるとね、生産するのは中国だったりするんですけど、えーまあ、そうなってくると非常に利益率は高くなってくると、そういうヒット商品を見つけると利益率は高いです。ただ一方ね、電池関係、電気関係とか電池関係とかね、 あるいは性能が悪いとね、えー、なんか怪我をしたり、えー、損害賠償とか、高いもん壊れちゃうような商品とかは、まあ、ことごとく必ず壊れますんでね、品質が低いんで、まあ、扱い商品に注意が必要です。まあ、一般に日本がね、品質完了した商品は安くて良くなってます。中国で生産してもね。で価格が安い。まあ、人件費が安いんで価格が安いと。で付属サービスも安いです。まあ、ただね、えー、単純作業以外は対応できなくて、まあ きちんとした検品とかね、いうのが必要になってくると、結局日本で再検品とかって話になっちゃうんで、なら初めから日本に入ってるのを買った方がいいんじゃないのということになってきます。まあ何しろ、例えば EU なんかで普通に仕入れてもね、仕入れに行っても、まあ電池で動く、電気で動く商品、ね、きちんと使える電池が入って検品する、検品というかね、試せる状態で売ってる店なんてないです。ね、電池入っててもね、 取り替えてないから液漏れしちゃってて全然意味がないとかね、はじめからそもそも電池が入ってなくてね、えー、使えるかどうか試して売るという習慣がないというようなことはありますので、まあ、そういう商品はね、えー、何かがまずくて動かないとまずいと、使い物にならないという商品はちょっとね、あまり向かないことになってきます。で、次、いですね。えー、これも、えー、仕入れ代行可能です。で、まあ、 基本的にに中国に似てますねただ品質は中国よりいいと人件費は中国より高いということになってきますでね、えー、じゃあ中国でいいんじゃないのって話なんですけど、まあ、ただタイの場合ねアパレルとかあとシルバーアクセサリー革製品に強いです、まあ、ただ残念なことにねこの辺の商品ってあんまりアマゾンと相性良くないんでね、えー 相性が良くなくてもこういう商品がやりたいと。ある程度儲けられる自信があると。目利きができるとか好きだという方とかね。あるいは独自ショップをもうね、えー、Amazon だけじゃなくて独自ショップも作りたいからこういう商品を仕入れたいという場合にはね、対、えー、商品いいんじゃないのかなと。オリジナルの T シャツ作るとかね。えー、そういうのは対いいんじゃないのかなというふうに思います。 これもまたね、えー、納品とか検品とか、あまり見つかんないんですけど、えー、それ可能な、えー、仕入れ先ありますんで、えー、仕入れ希望であれば対応できます。次に韓国。ね。まあ、韓国も、まあ、中国、タイ、似てますね。に中国とタイと日本を足して、4か5で割ったぐらいの感じですかね。ちょっと、わかりにくい例えなんですけど、まあ、ただね、えー、中国より品質は良いと。 でオリジナルののデザインでで日本で売れるるものもあるでちなみにその、えー、日本製品とね韓国製品と、えー、中国商品を EU という中国商品だけの市場と思われている場所でも実は韓国製品日本製品を売ってますね卸しというより小売りで売ってて卸しが希望なら卸しも対応するよというような売り方なんですけどこの場合はだいたい中国製品が100円で売ってたとします。 まあ値段はね、ものによってはこれの10倍とか20倍の値段だったりするんですけど、比率的にはだいたいこんなイメージで、えー、中国製品が100円だとしたら、韓国製品は2、3倍、ね、200円か300円で売ってると。日本製品の場合は、中国製品が100円だったら、500円から1000円で売ってると。面白いのは、例えばダイソーの商品なんかね、えー、中国で作ってる商品なんですけど、中国で作ってても日本人が品質管理してますんでね。 一般的な中国の工場で作る製品とは全然品質が違います。だから値段も全然違います。この、えー、日本製品が500円から1000円という値段に近い値段で、えー、中国では販売しています。まあ、現にね、えー、EU の中にダイソーあるんですけど、えー、値段的にはねダイソー商品を扱ってる店があるんですけど値段的にはね500円近くで日本で100円で売ってるものが500円近くで売ってます。 ものによっては 1, 円で売ってては円でます、えー、それぐらいやっぱりね、えー、日本製品というか日本が品質完了するともう消費のレベルが、えー、中国人も10倍15倍出しても買いたくなるぐらい品質が高くなるってことがあります。で、まあ、韓国の場合は、えー、人件費中国よりは高いけど、えー、日本よりは安いと。 でただね、日本基準の作業を頼むと結局日本基準の値段になります。えー、というのが韓国の特性ですね。でアメリカ。ねアメリカはもうね、世界一の消費大国なんで、まあ、何でもあります。何でもあるんですけど、ありすぎてね、えー、初心者の場合はネットで仕入れ商品を見つけるのは困難と。でわざわざ行ったら旅費がかかるとで。行ったらせっかくだから買わなきゃいけないって言って売れないものを買っちゃう可能性が高い。で 日本にもあるということを考えたらね、うん、まあ、アメリカまで行く必要はあるのかなという感じですね。まあ、遠いですしね。ですんで、えー、デメリットをクリアするほどのメリットはないかなと。まあ、この辺、アメリカはね、もう仕入れ代行のサービスなんてうじゃうじゃありますんで、まあ、えー、わざわざ、天板アカデミーでもメリットを感じていませんし、用意をしていませんけど、まあ、仕入れはできないことはないですけど、ちょっと、えー、仕入れたからといっても儲かるかどうかって言ったら疑問ですね。 で、次、今、いるフランス。ね。フランスといえば、やっぱね、エルメスだ、ビトンだ、ね。えー、あるいはそれに付随するハイブランドに強いです。ただ、この辺のハイブランドってね、えー、ネットショップで売れるかって言ったら、今やもうネットショップじゃあんまり売れにくいですし、えー、ヤフオクとかね、アマゾンじゃ論外と。ね。まあ、なってくるとあんまりね、えー、意味ないのかなと。まあ、仕入れはできるようにしましたけど、あんまり意味ないのかなと。 自分で欲しいね、新作のバッグが欲しいとかね、これ日本だと高いんだけど、フランスで買うと安く買えるかなとかいう調査をするぐらいならいいですけど、あまあ,あ、a z o n で売って儲かるとかね、ネットで売って儲かるという気はしないです。それの何よりの証拠がね、デパートで売ってるものはもうほとんど中国製品になってます。で中国製品になってますけど、値段は全然日本とか中国より当然高い。 そういうい値段になってます、ね、でまあ日本は最高というとこなんですけど、まあ、これから調査予定の国とか都市としてはねこれからポルトガルに行きますんでポルトガルでねなんか商品とかそれに付随する代行を頼むとどんなもんかなというのを調べてきますそれからね一日で素通りしちゃいましたけどロンドンやっぱロンドンはね高くてもやっぱロンドンでしかないものがありそうなんでこれはね後でもうちょっと見てこようと思います それから日本と並ぶえ工業大学ドイツ、ねえー、どうかなと、ね、やっぱドイツ製品だと比較的 Amazon でも高く売れる商品があると特にね初期の Amazon になるオーストラリア Amazon が始まったらあ,ありそうな気がするなという気がしますんで、えー、これらの、えー、調整予定の国に行ってきます、まあ、そうは言ってもねもうやっぱり日本で仕入れるのがやっぱり一番です えー、なんといってもね、日本にいるんでね、見て探せるっていうのは非常に大きいです。で、買ってきたものをね、自分で納品準備して発送するだけだったらね、えー、一番、まあ、間違いがないというかね、えー、いいんで、やっぱ引き続き、まあ、日本に住んでて、えー、Amazon 輸出ができてよかったなということになると思います。また、シーれの方もね、えー、ご相談をお待ちしてます。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。